鈴鹿ツインサーキット。全長約 1.8km の本格的なレーシングコース。直線の最大は 550m。貸し切りもでき、コースは2つに分けて使用することも可能です。今日はそんなツインサーキットでどんな車を走らせるのでしょうか。さあ、そしてね、こちらね、今86大ブームです。やってまいりましたね。86をここまでやってるね、シェル小貝さんですね。どうもよろしくお願いします。お願いします。今日ドリフト走行を見せてくれるんですか。そうですね。え？ちょっとグリップ？ちょっと錆びついた腕を。いやちょっと3年ぐらい走ってないもんですから。なるほどね。はい、ちょっとね。おお、はい、そうですか。それを何かやらかしてくれるっていう合図かな。いやいやいや。そうじゃないね。そしてね、もうこちらとても有名な86ということでね、小貝さんの、まあ、まあまあこのオーバーフェンダーがね。すごく特徴的なあれですけども、もう1000万オーバー買ってくる、ね、本当に日本でもよりすぐりのお金のかかった86ということでね、エンジンから何から何まで、はいはい、一応エンジンは HKS の 2.1リッター、うん、ターボをトラストのターボを取り付けて、うん、はい、まあ、大体450馬力ぐらいの出力になるようになってます、うん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 、でその辺のパワーを受け止める、うん、あの足回り、うん、ブレーキに、うん、はい、一通り変更してありますね。なるほどね、はい、ミッションはノーマルなんですか。今日ミッションはノーマルですから、はい、まあ、通常の馬力をちょっと落として、うん、300馬力ぐらいで走行したいなと考えてます。まあ、今日ちょうどねコースも短い半分だけなんで、はい、まあ、ちょうどいいのかなっていう、はいはい、そうですね、はい、これまあでも実際、最高速を300キロ出そうっていう車なんですよね。そうです ね、 ね、今年中に最高速やるんですか。ね、できたら、はい、嬉しいですね。300キロね、はい、実際その300キロ出るとこ86分何出るんだよってこうちょっと見てみたいですね、はい、まあ、あの300キロ出す場合にね、はい、あの事故らないでくださいよ。そうですね、ね、ちょっと今日は、ね、濡れてて、ね、ちょっといい雨もねパラパラ降っててね、はい、うん、絶好の事故日和だと思うんですけどね、はいはい、気をつけてくださいね。吉井さんも気をつけてくださいそれではね、はい、実際走行の方よろしくお願いします、はい。まあまあだな。おうおう、あー、いかんいかん、あ、今、あーね、カウンターが早かった。カウンターや、昔はもうやったやった。ね、イニシャル Y の薬師豆腐店です。はい、ね、というわけで、はい、さあ、さっきとやりますか、はい、いいんですか、あんなことやってこれで。久しぶりなんでごめんなさいね、ここの上にタイヤ乗っかってたら。いいんですか、新車ですよ。これ300馬力、はい、はい、今日は300馬力ですね。はい、もうこのコースだったらこれで十分、十分です。なるほど、はい、さあそれではね早速乗り込んでみましょう。はい、はい、お願いします。はい、はい、あ、よし、ね、あ、これもう安全のためにロールバーも組んだんですね。そうです、はい、よし、よし、狭い時だもんだねこれ。さあそれではちょっと走ってみましょうか。雨が降る中ですけど、はい、ちょっと気をつけていきましょうか。はい、はいはい、お願いします。小林さんグリップ走行ですよね。はい、やっちゃったよ。
ンバンジフロント割れちゃったんじゃないの。ちょっと降りましょうか。いやー久々にロケが中止になるかと思いましたね。はい、ね、遊びすぎました。いや僕は真面目にでした。じゃあやっぱね路面がね濡れてると危ない、うん、ね、はい、計算外でしたね。面白い車本当ですかね、はい、FR にしかない動きをしますね。ねこれが楽しい、ねね、まあ、ブレーキもよく効きますよ、はい、ブレーキも効く止まる、ね、それから曲がる、はい、それからね、まあ、パワーも十分だということでねハンドリングも。いやでもね、まあ、でもこれ言ってもこういうサーキット走行よりあの最高速を狙っていく車ですよね。そうですね、まあ、両方サーキットも走れるあれですね。なるほどね、はい、ね、86初の300キロ、はい、300キロでまだ86で出たことないですよね。ないと思いますね、ね、はい、なんでこの新しい方の86の300キロを目指すということで、はい、ね、ぜひ番組のでも取り上げたいと思いますね。その300キロを出す瞬間をね非常にね、楽しい車だと思います、はい、フロントスポイラーとフェンダーぐらいかな、はい、そうですね、うん、修正でいけますか。大したことない、はい、自分に言い聞かせてますね。向こうの選手たちでこうやって洗ってる時あーとか言ってあので突っ込んだ瞬間最高でしたよね。カメラの位置よく知ってますね、カメラの一番ちょっと映るところで、はぁーって言ってましたから ね、最高ですよ。もうありがとうございます。胃が痛いですね。いや安いって言ったじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。衝撃的な結末となってしまいました。今回のサーキットインプレッション、とてもかっこよくパワフルな車だけにもっと見たかったですよね。またの機会をお待ちしています。